少子高齢化による働き手の減少、感染症拡大などによる消費売上の落ち込み、物からことへといった消費活動の変化など、社会を取り巻く環境は大きく変化しています。そうした社会の変化に対応するためには、デジタルトランスフォーメーションを手段とし、企業内で推進することが求められます。日本国内に目を向けると、経営者や社内の関係者が DX の推進に向けた現状や課題に対する認識を共有し、具体的なアクションにつなげられていないことが産業界の課題として指摘されています。経済産業省が公開した DX レポートによると、DX を推進している企業の約 90% がデジタル化、つまり ICT の導入にとどまっており、業務の変革までは達成できていないことがわかります。デジタル化にとどまらずに DX を進める上では、 ICT を活用してどのように売上を向上させるか、業務を省力化するかについて設計・実行をすることが非常に重要になります。これこそが真の DX と言えるでしょう。DX を進めるポイントは、計画から活用のサイクルを回していくことです。変革への戦略を立て、 ICT を活用しながらデータによって課題を明確化し、現場を巻き込み実行するサイクルを回すことで、形骸化しない DX 推進を実現します。では具体的にどのように DX 推進をお手伝いできるかをご紹介します。DX を進める上では、要件定義をし、データを取得・分析をし、改善につなげる営みが必要です。そしてデータを取得する上でポイントになるのが、店舗に設置されている既存の防犯カメラの映像です。 NTT 東日本がご提供する映像 AI サービスは、お客様がすでにお使いの防犯カメラと連携し、 NTT 東日本の通信ビル内にあるサーバーで映像を AI が解析します。映像解析の導入については、通信トラフィックの影響を受けにくいオンプレミスサーバーを利用する方法や、初期投資が不要で柔軟な設計が可能なパブリッククラウドを利用する方法、また両方のメリットを兼ね備え、初期費用が低減でき、設計も不要で簡易に利用開始できる局社エッジを利用する方法があります。お客様のニーズや環境に応じ、最適な導入方法をご提案することが可能です。映像 AI サービスでは、コストのかかるサーバー投資や面倒な設計をすることなく、低コストでセキュアな環境を実現し、映像解析の導入検討から運用をワンストップで実現します。さまざまな手段からお客様の課題解決に向けた最適な方法で現場の DX をサポートいたします。また映像 AI サービスで取得したデータと売上データを組み合わせ分析することで、今までは経験や勘に頼ってきた施策の振り返りや打ち手の検討をデータドリブンに生かすことが重要です。映像 AI サービスの機能は、来店者情報の見える化や安心安全なお店づくりに生かせる人流計測 AI、 店舗の万引き抑止、接客機会創出に生かせる接客支援 AI に分けられます。人流計測 AI は、入店者の数や属性、混雑状況や滞在時間などを検出します。取得したデータはダッシュボードに時間別、日別などで表示されます。また混雑状況をサイネージなどと連携したり、メールにて通知したりする機能もあるため、安心安全なお店づくりをサポートできます。本サービスで取得したデータとお客様でお持ちの店舗データを突き合わせ分析することで、具体的な店舗施策と次のアクションの検討につなげることこそが、 DX を進める上での重要なポイントとなります。データ分析や打ち手の検討、現場の皆様への落とし込みなどもワンストップでご支援することが可能です。接客支援 AI は、うろうろキョロキョロしゃがみ込みといった万引きをしそうなお客様や、商品を手に取って購入を検討しているお客様の行動を AI が検知します。検知した情報は従業員の持つスマホのアプリに通知します。通知に基づいてお客様にお声掛けすることによって、万引きの抑止や
商品提案の機会創出へとつなげることが可能です。通知に対して 40% のお声掛けを目標に運用するための店舗内での声掛け体制の構築、万引き抑止効果の測定までサポートすることで、 ICT の導入にとどまらない DX 推進をお手伝いします。 NTT 東日本ではデジタルトランスフォーメーション推進にあたって、東日本29支店のメンバーが長年地域の皆様をサポートして培ってきた現場力を生かし、データサイエンティストなどのメンバーがお客様がお持ちの様々なデータを分析します。さらには幅広く ICT サービスをご提供することによって、新たな経営資源化のためのお手伝いをいたします。当社グループのアセットを活用し、 NTT 東日本グループの総合力を生かして、地域のお客様の DX 推進をサポートできることが私たちの強みです。自社のデータを活用したいがスキルのある人材がいない、店内の見える化によってレイアウトや従業員の働き方を変革したい、万引き抑止や売上向上を実現したいといった課題に限らず、 DX を推進したいとお考えであれば、ぜひ私たちにご相談ください。 NTT 東日本では AI などの ICT 技術の導入支援だけにとどまらず、企業の皆様が真の DX 推進を実現するためのサポートを全力で実施します。